第26節ホームガンバ大阪戦です。25節浦和戦は悪天候で中止となったため、レイソルにとっては中断明け一発目の試合となります。中断前、順位が並んでいた名古屋に1対2で敗戦、さらに川崎フロンターレにも2対3で敗戦してしまい、気づけば順位は15位まで転落、残留争いに巻き込まれていると言っても過言ではない順位なので、今日は日立大に印西くんも来てくれました。お尻のお花コスモスがすごく可愛いです。時間があるのでフリフリポテトを食べることにしました。レイソルのホスピタリティボックスでおしぼりをいただきました。ポテトはサクサクで美味しかったです。今日の日立大はチケット完売。お盆というのもあり、多くのガンバサポも駆けつけました。ガンバの一森選手がアップを始めています。レイソルのゴールキーパーも入場しました。ゴールを守るのはもちろん松本健太選手。松健、今日も頼みます。サブはパリオリンピックの帯同から帰ってきた佐々木雅人選手。この後このキックがサポーターに激突。これは痛い。大丈夫であることを祈ります。今日の注目は手塚選手。パリオリンピックで名を馳せた関根選手は、なんと今日22歳の誕生日、おめでとうございます。結果的にこの試合で怪我をしてしまってすごく残念でしたが、若さと気力で復帰していること心待ちにしています。ここからはシュート練習の様子をお届けします。ナイター恒例のイエローサンシャインナイトが始まります。空はまだ明るく夏を感じます。満員の日立大、相手は好調3位のガンバ大阪。中断明け、いい流れをつかむには絶好の相手です。勝ちましょう。0対0で折り返し、よく無失点で折り返しました。心配なことに関根選手が負傷してしまいました。足を引きずりながらスタッフとピッチアウトにします。
オリンピック明け一発目で怪我はすごくしんどいと思いますが、軽傷を祈ります。本日のサブメンバーです。なんて豪華なベンチメンバーなんでしょう。負傷した関根選手に代わり後半から出場した片山選手は堅い守備で申し分ない活躍をしてくれました。片山ええなって試合中何回も言ったと思います。次節からも頼みます。インツェイ君とレイ君がサポーターへご挨拶。レイ君が持っているのはインツェイ君の印鑑です。印材師の印とかけているんでしょうか。いろんなところにレイ君が応援をしています。印材くん、また日立大に遊びに来てください。真夏の激闘の結果は0対0のスコアレスドロー。スコアレスドロー久々だなと思ったら、そもそもクリーンシートが17試合ぶりだったそう。勝ちたかったですが、最低限の勝ち点1は拾えてよかったと思います。みんな頑張ってよ。みんなよく頑張りました。 OK、 またここからだから頑張って、頑張って上行きましょう。次の湘南戦が正念場です。最後に昨年柏レイソルで共に戦った山田浩太選手が挨拶に来てくれました。たくさんのサポーターから温かい拍手が送られました。浩太ユニを着ているガンバサポーターの多さにびっくりしましたが、期待されている証だと思います。ガンバ大阪で選手人生を全うしてほしいです。レイソル戦以外で応援しています。